スティーブン・ブライヤーは合衆国最高裁判所の賠席判事であり、1994年8月3日に就任した。ハーバードロースクールでは、1967年から1994年までの間に教員、助教授、教授を歴任した。最高裁判所でのブライヤーは、リベラルな判断を下すことが多い。 1994年8月にハリー・ブラック・マンバイ赤判事が退官したことに伴い、ビル・クリントン大統領がブライヤーを同職へ指名した。この人事案は1994年8月のアメリカ合衆国上院の本会議において87対9の採決で承認を受け、ブライヤーは宣誓を経て就任した。ブライヤーはカリフォルニア州サンフランシスコで、 父、アービング・ブライアーと母、アンネ・ロバーツとの間に生まれた。父親は、サンフランシスコ市の教育委員会で、法律顧問を務めていた。スタンフォード大学とオックスフォード大学、モードリン・カレッジを卒業し、ハーバード大学ロースクールを修了した。ロースクール修了後の1964年、 ブライヤーは連邦最高裁のゴールドバーグ判事の下でロークラークとして働いた。1965年から1967年までは独占禁止法問題に関する司法長官の特別補佐として働いた後、1973年にはウォーターゲート事件の特別検察班の特別検察官補佐を務めた。また、1967年からは、 ハーバードロースクールで教鞭を取り、行政法を教えていた。1980年に、ジミー・カーター大統領によって第一巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、裁判官としてのキャリアをスタート。1990年からは、第一巡回区連邦控訴裁判所長官を務めた。1994年5月13日に、 ビル・クリントン大統領によって引退を発表したブラックムーン判事の公認に指名された。1994年8月3日のアメリカ合衆国上院の本会議において87対9の採決で承認を受け、連邦最高裁判所売席判事に就任した。スカリアやトーマスの原因主義に対抗し、憲法は時代の要請に従って、 柔軟に解釈すべきだとする。ありがとうございます。